土井県内は、兵庫県芦屋市出身の元プロ野球選手、野球指導者。現役時代には、NPB のオリックスバファローズと読売ジャイアンツで、プレー。2012年2013年に、巨人のブルペン保守を務めたが、2014年に、社会人公式野球のミキハウスレッツで現役に、復帰した。社会人軟式野球の競合チーム、大阪信用金庫でのプレーを経て、 2018年10月から東大阪大学柏原高等学校公式野球部の監督に就任。幼稚園の頃から野球を始めると、小学生時代に塩ミスターズ、中学生時代にボーイズリーグの兵庫ミラクルボーイズでプレー。中学校からの卒業を機に犠牲者高等学校へ進学した。地元を離れてまで大阪府と夜中市内にある同校へ進んだのは、 同校公式野球部の OB である6歳上の兄が3年生だった2000年の夏に選手権大阪大会の決勝で PL 学園高等学校に敗れた悔しさを晴らそうとしたことによる。履正社高校では対外試合で通算43本塁打を放つなど強打の星として活躍。何はのゴジラと呼ばれた一年先輩の岡田隆弘にちなんで何はのミニラと呼ばれた。 2年生だった2005年春の第78回選抜高等学校野球大会では兄が在学中に経験できなかった甲子園球場での全国大会出場も果たしている。2006年の NPB ドラフト会議で岡田の所属するオリックスバファローズから5巡目で指名。この年の高校生ドラフト会議では全12球団で最後の指名になったが契約金3000万円。 年俸480万円という条件で入団した。背番号は69。2007年には、当時の2軍チームだったサーパスの一員として、ウエスタンリーグ公式戦15試合に出場。しかし、通算18打席で1本の安打も放てず、保守として、マスクをかぶったのはわずか2試合であった。2008年には、サーパスの一員として、ウエスタンリーグ公式戦11試合に出場。 公式戦初安打を放つなど打率250を記録した。もっともこの年に高卒で入団した伊藤光がサーパスの正捕手として定着した影響で捕手登録ながら一塁一種として3試合に出場。結局捕手としての起用は1試合にとどまった。2009年には二軍の再編に伴うチーム名の解消に伴ってオリックスバファローズのユニフォームを 初めて着用。ウエスタンリーグ公式戦34試合に出場したほか、伊藤が故障で戦線を離脱したことを背景に12試合でマスクをかぶった。打撃面では打率239を記録したものの、伊藤に代わる2軍の正保守争いでは横山哲也の後陣を廃した。2010年にはウエスタンリーグ公式戦90試合に出場。 リーグの最終規定打席へわずかに届かなかったものの打率2554本塁打と打撃面で心境を見せた。もっとも保守としての起用は2試合のみで一塁手として82試合に出場。7月12日に長崎ビッグエヌスタジアムで催されたフレッシュオールスターゲームにもウエスタンリーグ選抜の7番一塁手として スターメンに起用されていたが、一軍公式戦への出場機会がないまま、シーズン終了後の10月30日に、球団から戦力外通告を受けた。2010年11月11日に、読売ジャイアンツとの間で、育成選手としての契約を締結した。背番号は023。巨人の二軍監督に就任したばかりの河井、正弘から、 ひたむきな姿勢と元気の良さを買われての入団だった。2011年には、イースタンリーグ公式戦3試合に出場。一類種として2試合に出場したものの、保守として起用される機会はなく、通算で1打数無安打に終わった。11月1日に2年連続の戦力外通告を受けたことを機に、一旦現役を引退。2012年から、ブルペン保守へ転身した。しかし、 現役生活への未練を断ち切れなかったことから2013年のシーズン終了後に退団した。2014年に社会人公式野球のミキハウスレッツで現役に復帰したがこの年を最後に公式野球でのプレーを断念した。ドイが後に10回したところによれば肉離れを起こしたことで野球選手として初めて絶望感を味わったという。 ミッケハウスレッツを退部した2014年の末には、学生野球資格の回復に向けて、講習会を受講。2015年1月30日付で、日本学生野球協会から資格の回復を認定されたため、同協会に加盟する大学、高校の公式野球部での指導が可能になった。その一方で、同年には、大阪式信用金庫へ入社。 社会人軟式野球の競合チームである野球部で2017年まで保守や内野手としてプレーを続けた。学生野球資格を回復したことに加えて大阪式信用金庫での在職中に東大阪大学柏原高等学校の関係者と出会ったことを機に2017年12月から同校公式野球部のコーチへ就任。2018年10月からは 東部の監督を務めている。ありがとうございます。